Это касается не одной, двух территорий, а гораздо большего количества чувствительных территорий России. 国民投票で承認され、4日に発行するロシアの改正憲法には、領土の割譲を禁止する条項が含まれています。プーチン大統領は3日、北方領土を念頭にこの条項について触れ、国民の期待に合致すると強調しました。改正憲法では、隣国と国境を確定する交渉は禁じられていませんが、愛国的な要素が強められていて、北方領土問題をめぐるロシアの態度がより強硬になりかねないと懸念されています。